それぐらいちょっと多くの人の顔を覚えなきゃいけなくて、正直、まあでも本当に多くの人たちがいっぱい声をかけてくれるのですごく嬉しいです。明日本当楽しみで、今夜ぐっすり眠れます。僕は別に不眠でもなければ心が弱っているわけでもないので、別にタイマーを使わなくてもいいんですけど、でもタイマーを使って元気になる人たちが必ずいるんですよ。そういう人たちが自由にタイマーを使えるようにならないと、この国は良くならないんです。ぜひ皆さん、日本にタイマーを解禁して多くの産業も生まれます。増税とか減税とかの理論とか気にしなくていいぐらい多くの産業が生まれます。そのくらいの大麻には可能性が秘めてます。間違いありません。ぜひ日本テーマと小林博士に投票してください。大麻解禁で日本を明るく楽しくす日本大麻と小林博士です。ありがとうございます。あと5分あるんですね。なかなか時間通りに今、投票日は明日だよ。日本大麻党に清き一票お願いします。小林博士に一票入れて、日本で大麻を一服できるようにしよう。埼玉県のガンジャマン、ガンジャウーマン、日本大麻と小林博士に一票お願いします。お願いします。ありがとうございます。さすがラスノムさん、最後盛り上げてくれて、はい、ありがとうございます。あと4分ありますね。なかなか時間をどうやって使おうか考えてる間に時間が過ぎていっちゃうんですけど、もう本当に何だろう、小林博士ってすごい誰なんだろうみたいな。ポスターの顔も出てないし、政見放送顔出てないし、誰なんだろう。時々ラスノブさんが日本大麻党の人ですよねって言われちゃってるんですけど、実は私なんですよ。実は私も、なんか正直、主役奪われてる感めちゃくちゃあって寂しいなと思ってるんですけど、ありがとうございます。でも、すごい楽しいんですよ。めちゃくちゃ楽しいんです。もっと多くの楽しい仕掛けを作って、一大ムーブメントを作っていくんです。そのきっかけを皆さんぜひ感じてください。そして別に今大麻のこの大麻解禁のシャツを作っているような人たちもいたり、ステッカーを作っているような人たちがいたりとか、 CBD 事業者で日本大麻党を公認とか、いろんなビジネスチャンスがあると思います。ぜひ日本大麻党の名前を利用してビジネスに役に立ってもいいですし、役に立てなくてもいいです。ただそういうことに気づくときっと楽しくなれると思います。本当に別に僕はビジネスをしないのでお金は稼ぎたくないんです。なんでかっていうと、お金が絡むとどうしても人の信用がいろいろ影響を受けてくるところがあるんです。なのであんまり利益とか忖度とかしたくないんです。やりたいことだけやります。ぜひ日本大麻党小林博士、本当最後まで皆さんありがとうございました。本当チルスパイダーさんもね、こんな格好日本大麻党ですしてもらって、大麻解禁で日本は明るく楽しくする、みんなで大麻が一服できる国にしましょう。ここに来ているラスノブさんも本当ありがとうございます。そして本当に何よりポスターを貼ってくれているボランティアスタッフ、本当ありがとうございました。多くのポスターがすごい勢いで破られました。その補修とかもう結構アッキーさんが率先してやってくれて、ありがとうございました。本当に助かりました。皆さんがポスターを貼ってくれなかったらこれだけのムーブメントは起こってません。本当に感謝しています。また大山さんが一番最初に私と会ってくれて構ってくれたんで、そこから始まってんです。全てはそこからなんです。大山さんは本当に最高にいい人です。そんな大山さんも今裁判を抱えてて署名活動なんかもやってます。その署名活動もぜひしていただければと思います。明日は誰に投票したらいいの？
小林宏って小さい林に、うかんむりにラームって、ウーナームって、ひらがな、カタカナでウーナームって書けばいいです。うちの親父バカだから、あの、子供でも書けるような名前がいいっつって、宏って単純な名前つけてます。でも、今回の選挙では、小林宏っていう名前でやってるんですけど、もし次の選挙あるときは、通称名で日本大麻党にしようかなと考えてます。はい、日本大麻党の方が多分認知度が高いのかなと思ってます。小林宏が正直ブランド名がないかなと思い、はい、そんな感じで皆さん長い間ありがとうございました。明日はぜひ選挙行ってください。日本大麻党小林宏の演説でした。ありがとうございました。日本大麻党大麻解禁で日本日本大麻党です。よろしくお願いします。日本大麻党です。ありがとうございます。竹山君、竹山君。